もやらないよ。いや、やらない。絶対やらない。飲むスタイルは変わって。焼酎も日本酒もなんかみんな高いって。何だろう。ウイスキー。大体そうだね。どうせまずいウイスキーだ、あっちの。できんのかできんの。態度下に見てるだろ、お前。ただ、確かにそれは間違ってない。ウイスキーとかってやっぱ寒いので、ね、そこだと思う。フェイクウイスキーが原料がちょっと主原料が違うんだ。51杯以上だからウイスキーって言ってるものを適当な、そういうあれもないんですよ。本物のウイスキーもあるんですけど、その時にやっと飲める高いでしょ。でも輸入物に比べたらやっぱ日本酒高い。高いですね。日本酒とかも日本酒が一番高い。あ、そう。楽しいのタイ。楽しいっすね。まあそう言わざるを得ないよな。強がってる。でもやっぱ、あと3年いろって言われたらきついっしょ。はい、3年だよ。むしろ痛いぐらいですか。全然嘘だ。いや、これはね、意外と言ったら変わります。じゃあ30年30の刑だよ。ルッキーじゃないですか。だったら違うとこ行きます。なんかでも別に久々感ないよ。インスタの率が高いからだいぶ何でも繋がりますよ。今の世の中ってさ、全然あれだよね、寂しくなんないよね。それはまたちょっと便利になったからって。ちょっといいこと言うとしよう。5年会わないとどうなんのかね。大悟の状況どうなってんだろう。バイオリズム向こうで結婚相手とか彼女とか、まあ、朝黒い彼女できてる。これがお意外と朝黒くない。できた的な話かも。できたんですよ。俺大悟酒の進みが遅くね。あれちょっとタイでどうした、金玉取られたか。チンプまさかレディーボーイになったり。基本向こうってもう30度ぐらいなの。もうアベレージで冬この時期も。あ、もちろんちろん。ずっとそうなの。四季がほとんどない。マジか、それきついな。暑いかすごい暑いか。じゃみんな暑いかすごい暑いか。ロー俺か俺以外か。結構遊んだ夜のお店。あんま行ってないっすね。嘘だ。本当に最初だけですね。ああ、最初だけか。最初の1ヶ月後は今度なんか。俺だったら別に。ウイスキーもきつくね。ハイボールもきつくかも。酒弱くなってんじゃないの。ちょっと。飲み方がね、ちょっと違うんじゃない。どういう飲み方になってるの。ガチで飲んでる、マジで。ウイスキーショットだ。ショットこっくる感じ、ガッと。もはやもう、飲み動画を期待してる人いないんだよ。いない飲み動画になると、もう再生回数減るもん。はい、じゃあ作ってみましょう。いやでもね、老舗のファンのためにね。そうですね。再生回数だけじゃないから。やってんの。ファンがあって。そうそう。こそのね。こそ見る。はい。タイに合ってるからね。そうそう。ちょうど男の子。食った。すごい真面目な。ちゃんとした。あ、そうなんだ。え、一人だけあったの。ファンはそうです。すごくない？ファンって自分で言うのすごいよ。ファンって何？俺のファン。俺さ、自分でファンって言って恥ずかしくなっちゃう。だんだん。俺にファンなんかいねえよ。え、君、俺のファン？矢沢みたいな。加藤浩次さん。ユニフォーム買ってくれないって言われて探したんですけど。こいつは何を使ってんだよ。個人ライブ初めて聞いた。でも噂をすれば。おっす。
久しぶりじゃん。おはようございます。関係ないけど、ウーロン茶ください。完成の。ユニフォームなかったね。これ面白いね。いやいや。パン食べ。タイでパン食べ。大丈夫です。パン食べる。なんだこれ。ジャブジャブ。何？あ、もうタイ人だわ。だいぶ。でもたまに日本食屋行って、あの日本米食うとめっちゃ香り強いよ。それはうまいわな。うまい。ああ。ジャポニカはうまいよ。半年で変わるんだもん、酒も結構高くて、味覚も。僕も大阪行って結構あったっすから、未来って舌の細胞って変わるんだよ、すげえ早いんだって、うん、サイクルすぐ死んですぐ生き返ってみたいな感じになるから、多分そうなんだよ。じゃあもうタイ、舌がタイ、舌がなったらタイ人なんだよ多分。あれ、まあ、今日本の飯が違和感あると思うんですよ、酒もとかも。韓国人日本食人ですけどすげえ強く強いぜ日本の濃い、いや、ちょっとビール氷飲んでたわ。あ、そうそう、薄いやつがさらに薄くなる。そうそう、だからそれをこの仕事中飲むの？仕事中飲む。それは飲まないんだ。そんなに緩くない。タイ舐めんなよ。どんだけ下にいるんだよ。結構東南アジア行ってるでしょ。結局加藤さんにお勧めされたナナプラザのまだ行ってないです。ね、風俗。あの、55番。あ、まあ、その謎に家族が詳しいエロテロリストだからな。 ET 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 かと。お帰りー。ただいま。どういか。スケベスポット3つだった。スケベスバンコクエリア、まず1個目がスケベソイカウボーイ。ソイっていうのが、いわゆる通り、あストリート。アメリカ人の黒人がなんかそういう街にしたタイプです。カウボーイ。深いね。で、ナナプラザとか。これはまあ結構、大中小で言うと、ソイカウボーイが小、ナナが中。で、もう一個タニアっていう。結構日本人向けの街がある、うん、そこは大規模だけど、うん、だいたい日本人のそういう男だけのツアーで行くと絶対どれか行ってこい。だ、大悟はどこ住んでるの？ソイカーボーイ。おお、あの真横です。おお、中だ。そう、ショーです。ショーかショーかショーか。なるほどね。ショー豚です。なるほどなるほど。そこにバカラっていう名店が。名店3.95。1回、2回、3回ってある。1回がもうモデル級の方がめっちゃいい。おお、いったん絶対そっちだよね。あ、じゃあ、はい、お願いします。何つってますか？隣だよね。これはあれです。あ、でもちょっと男っぽいな。言われたらね。あ、でもあ、でもまあ綺麗で綺麗完成度。はい、あ、じゃあ仕事じゃ遊んでんじゃない。女勝手だけじゃない。え、これ何の休み？勝手に有給取ってるわけです。あ、有給なんだ。その正月休み的なものが2月にあるとかじゃなくて、じゃなくて、あのタイの正月みたいな4月なんですね。あ、4月なんだ。こんばんは、クリスコです。え、僕飲もうよ。俺、ゆうたくん泊まってんじゃないの？え、そうだよ。そうだよ。たぶん、これ同じだよ。いやいやいや、大阪は何？月か。月かっす。あ、大阪にも そう、なんか日程送られてきた時に、あの大阪っていうのしっかり入ってて、はい、大阪にこいつ思い出あんだなんか、いいなと思ったの。いいなと思った。日程分けてた。
こいつ大阪充実してたんだろうな感じてやるよ、わかるわかる、いいな、均等にね、みんな平等にね、みんなの大悟、大悟の故郷ですね。意外とあれだよね、大悟ってちょっと情とか熱いよね恩義とかなんか義理と人情ちょっとね、あるんだよ、逆桑田だから桑田全くないから、あいつはもうでさ、大悟が吸ってるタバコ細いんじゃん細いんじゃん細っレディーボーイじゃんお前細いんじゃん、これ何タイのタイのなんなそれジャケットすごいジャケットすごいんだけどSPK かと思ったよ体に悪いよってやつじゃない多分そういうことだよねえ怖っジャケットすごいよ、大体こうだよね、あ、そうなんだ日本ぐらいだよね、そうホームヤンっていうの、韓国だ、台湾韓国行ってないから韓国行ってない免許更新が僕は地元の警察署でできるんでその帰りに行けるしあ、そうだよだからタイに、まあ、移住してるわけじゃん、うん、免許更新が戻ってこないといけないそうですねあ、でもなんか特例はあるらしいんですけどあ、そうなんだあれだね、違反しないと、なんか最寄りじゃないなんかその区の大きいとこで違反してるゴールドこれゴールドですわ、すごっ前はやらかしたけど、今はえ、一個そのゴールドじゃないんですかないやもうブルー大悟ゴールドですよえ、ゴールド乗ってないですよ、ほとんどタイってラーメン、豚骨が人気なんですよあ、まあそうだやっぱ何点かんでいいまいよまいよ今渋谷に移ったの渋谷に移ったからゼロカッシュかえ、もう完全にオープンしてる完全にオープンしてる宣伝してよって言われたからねあとキュウリ好き好きってことでもないけどなんでそれ聞いたこれで一個勝ったことも知れるかなと思ってさっていうほどでもないけどさが多いんだよでもないんだけどみたいな多いんだよなんか厚揚げ好きですもん厚揚げ好きだねあアジフライも好きアジフライも好きだ結構親父感あるいやこじらせてタイ小童子じゃない小童子じゃないからこじらせてタイ行った説ない逃げた説タイに逃げた説あるんだけどちょっとそういうことやあるあるあるいや言うで日本人だからって持ってないですからこれだけ言ってきますよっていうかもう日本人に見ないじゃん中国のドンみたいなそれマジであってて うちのタイ人のスタッフに言いましたらお前はタイ人華僑のタイ人みたいに見えるみたいな私も塩レモンサワーをお任せしてます、はい、塩レモンサワー塩だよ塩ですよ何で塩レモンサワーっていいな女の人うれしいな本当に嬉しいよタイ行きましょうタイ行きましょうタイで一発絶対アカウントバンされるでしょ前だから LINE したじゃないですかあの父当てられたって言って初日にあった初日事故じゃん父当てられたオカマン掘られた父当てられてるやん当てられてますやんやこれ30年前でどこ出身なのめちゃくちゃ理想の男だよ。大体で。ゼロゼロだから今。そういう環境をいかにどう楽しむか。そうそうそう。ハプニングもそれも、うん。正解はないですからね。自分のここだ。もっと強めにやってます。あんまり強くやると気持ち悪い。ヨットカズさん見てみたい。すいません、ありがとうございますいいじゃんうんお行くねゆうとくん行こうよゆうとくんちょっと待ってねあー、行こうよありがとう大悟感謝祭もしもしもし、ロストの時間になりますが参加できる方もありますか2つ、はい、2つ2つ黒米1つシオレモンサワーシオレモンサワーはい以上でお願いしますありがとうございますお米かお前はお米か
寿司ポンペン焼きになります。シンプル焼きでございます。炒めで、はい、カットポンペン焼き、はい、このパターン多いよね。一方的に俺は言って流される。突っ込まない、突っ込まないで受け入れるって何？レディーボーやね。レディーボー今日2人いるじゃん。おいおい2人おらんのよ。2人おらんねん。改造してないの？してない、してない。人造人間やないの？19号ね。俺着脱式にしてこいって言ったじゃん。はいとは言ってないですけど。マジでね。メリット1個もない。気持ちよくいいし。金かかるだけ。コスパ悪い。なんで取っとる？取る意味。やっぱタイに行くとやっぱ全て受け入れるっていう姿勢が大事なんですよ。そう。いや英語じゃない。まあタイ語のレッスン受けてるから大丈夫。ある程度意思疎通できるみたいな。それすごいね。お前すげえやつだ。なんで鳥山系だった？悟空やん。おめえすげえやつだ。友達って何？友達って。だが時は立ち。ケツメだ、ケツメだ、ケツメ。ケツメし。指が来るから。ケツじゃないとも言えない。ケツじゃないとか言えない。やめてこの下ネタ。ケツメしのマーク。訴える。なんか久しぶりなんだけどさ、なんか変わんないね。それすぐじゃないからな。そういうことなんだ。ただ酒のペース絶対遅かったもんね。いや、俺もクソ遅いよ。だよね。だって今だったらもう多分2杯ぐらい酒飲んでるやつだもん、普通だったら。そう、こいつも衰えない。いい、お前完全にいい。いや、楽しいな。いや、いいよ。いや、いいね、やっぱり人生おもろいな。きっと来る。サダコ、久しぶりの東京どうすか？メリークッパメリークッパ倒れサワニカップつけて。Goes film.